はい、お待たせいたしました。準備ができたので配信始めていこうと思います。今日は2024年令和6年の4月2日ということで、今日もですね、楽しんで尺八吹いていこうと思います。今日もいつも通りの古典の曲ですね、のんびりと楽しく吹いていこうと思いますので、一緒に吹ける方はぜひ一緒に吹いて楽しんでいきましょう。そして演奏してほしい曲とありましたら遠慮なくですね、コメント等に書いていただければ、今日もしできなかったとしても次回の配信で演奏したりとか、もちろん今日できる曲はですね、今日すぐに演奏したりしようかなと思っております。例えば古典の曲じゃなくても全然構いませんので、尺八でこういう曲聴いてみたいっていうのがありましたら、ぜひ書いていただけるとカバーする時の参考になったりしますので、ぜひコメント残していただけたらと思います。それではまた、音出しして、いつも通りですね、6段の調べから演奏していこうと思います。調べ演奏していこうと思います。
ありがとうございます。6段の調べをお届けしました。まあ、今日はですね、まあ、新年度始まって、まあ、2日目という形になりますけれども、まあ、いつもと変わらず、しばらくはちょっと同じような古典を前半やって、後半、現代曲のやらなきゃいけない曲っていう形でやっていこうかなと思います。で、チャンネル登録者数が1000人いったことで、もう間もなくですね、収益化というのが可能になりそうなので、ちょっと、それも楽しみにしているんですけれども。続いては、夕顔を演奏していこうと思います。で、それで収益化するにあたって、6段の調べとかがなぜか誰かの曲になっている形で、ちょっと最初2、3日は6段、夕顔あたりはあまり演奏しないかもしれませんが、少し何が収益化できて収益化できない曲なのかっていうのをちょっと調べようかなと思っておりますので、ちょっといろんな曲を演奏するかもしれませんが、ご了承ください。ということで、まあ今日はいつも通りの曲やっていきます。夕顔をですね、お届けしたいと思います。
ありがとうございます。優雅をお届けしました。続いてはですね、新娘道成寺ですね、演奏していこうと思います。ね、この曲も演奏しないといけない曲なので、そうですね、ちょっと空気を入れ替えたらやりたいなと思います。春になって暖かくなるのはいいんですけど、その分どうしても演奏すると汗がすごいですね。はい、ということで、また音出ししたら新娘道成寺演奏していこうと思います。演奏していこうと思います。
Oh, my God.
ん、こんにちは。ありがとうございます。ちょっと暑くてぼーっとしちゃいましたね。春の曲ですね。ちょっと空気の入れ替えを兼ねて探してきます。はい。あー、見つかりました。はい、ちょっと久しぶりなんで覚えてるかなっていう感じもあるんですけど、まあ、なんとなくやっていきますかね。途中はい、古今組の一曲ですね。はい、春の曲。で、昨日千鳥やりましたもんね。あの古今組いろいろありますけど、では楽譜長い、はい、楽譜結構長いので、まあ曲も結構長いかなとは思うんですけれども、まあせっかくですからね、まあ春ですし、やっていこうかなと思います。今、おちょうどいいっすね。はい、では春の曲いきたいと思います。
とうございましたということで、春の曲ちょっと久しぶりだったのでかなり見落とし等々いろいろミスありますけれども、まあやっぱり久しぶりにいろんな曲やるっていうのは全然やっぱいいですね。ついてくるのに必死です。手ごとは結構乗るのでやっぱりまあなるべくそこだけはちょっと再現できたらなと思って演奏してました。で今日も一応善陽寺さんの黒髪を演奏して終わりかな、時間的に。ね、この善陽寺先生の黒髪を、まあ、今度、まあ、いつもお世話になっている琴の先生の勉強会で演奏するので、まあ、今のうちにこの譜面に慣れておこうかなと思います。結構違うんですよね。なんか書き直したところは色ち、まあちょっとこれからの印刷になっていて、色違いのところは書き直しましたって言ってますけど、ほとんど書き直してるんですね、この善陽寺先生すごいな。まあなので、まあ、ちょっとまた演奏してみようかなと思います。さすがに喉がっていう口が、厳しいな。ですね、演奏してみたいと思います。
どまだまだ適当な感じになって、ちょっと楽譜の見方も少しまだ慣れてないって感じがあるので、まあ、馴染ませていこうかなと思います。だから今日もちょっとまあ短めなんですけれども、これで配信を終わりにしようかなと思います。明日以降もまあ短くても配信やるみたいな形でどんどん配信はやっていこうと思いますので、また見ていただけたらと思います。いやー、スルーさん本当にこちらこそ今日もありがとうございます。またですね、一緒に尺八吹いていきましょう。それでは今日は、ご視聴いただきましてありがとうございます。また明日以降もよろしくお願いします。ありがとうございました。